手相って本当変わるんだけど、金運線と結婚線が僕一番変わるんじゃないかと思ってますね。本当結婚線ね、今から説明しますけど、伸びてきたりとか変なこうあるサインがあるといい出会いがあるとかね、結婚が近いって感じなんですけど、僕のねマネージャーがね、彼女がいた時に結婚線ぐん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 伸びたんですよ、男のねマネージャーね。急に振られたんですよ、急に二股で。したらね、その翌日に結婚線が切れたんですよ、本当に。そんなに、でどん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 こう離れてったんです、結婚線が。そんなにこう分かりやすく手相って変わるんだって、もうゾッとしたことがあるんですけど、この結婚線はですね、この小指と感情線の間に横に走る線が結婚線。結婚線ね、出来方によってその人がどんな結婚になりそうかとか、いろいろこう見える線でもあるんですけど、まあ、まずこう説明すると、結婚線ってこの線なんだけど、よくね何本か3本4本とかあると3回4回結婚するとか言うじゃないですか。あれは一番の誤解で、結婚線がいっぱいある場合は一番長くて強い線を見ていきます。ただそうは言っても、細かいのが本当いっぱいあって長いのが全然ないっていう人は気が多すぎて片思い線、もうあっちゃこっちゃ、あんまりこう行き過ぎちゃうんで一人絞った方がいいよという線ではありますね。で、結婚線向きも大事で、まっすぐ伸びたり上向きとかはいいんですよね、結婚に前向きとかね。ただ下がってくると少し結婚に後ろ向きとか、既婚者の場合はちょっと夫婦間話し合いが必要ですよみたいな、結婚線は上がってる方がいいっていう線なんですけど、まだ皆さん結婚してないですよね。じゃあ将来どんな結婚かっていうのを見ていくね、方法として、結婚線の位置ですね、下の方にあるのか上の方にあるのかっていう。で、一般的にはこの下の方にやると早い結婚早婚タイプで、上の方にやると晩婚タイプという、まあ、でね、結婚線面白いのが、結婚が近いとかになると急にこの線が赤みを帯びて、え、なんかこの結婚線最近なんかすごいなんか主張してくんなみたいな、あるんですよ。手相毎日見てると、なんかどん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 なんか最近なんか目立つなみたいな、ってなると結婚が近い印とか、あとどんどん伸びてくるとか、あと一番結婚が近い、まあ、サインで有名なのがフィッシュという線で、ここにこういうね魚ができることがあるんですね。これがフィッシュ、魚。ちなみに今年大吾さんにもこれくっきり入ってたんですけど、これが入ってくると結婚が近い印ですよなんて話もあったりするんですね。ただこのフィッシュに似ててすごい気をつけなきゃいけないのが、結婚線、これ魚だったらいいんですけど、丸、こういう丸、さっき金運線でも言ったんですけど、手相でこういう丸ってね、これ島って言うんですよ。これはトラブルの暗示って言われてて、基本的に線というのは流れる川で、そこに運が流れていく水という考えがあるんで、線は綺麗な方が水も流れるし運も強い、だからいい手相いい運ですよって言えるんですけど、線がキレキレとかこういう島が入ったら水の流れ悪くなりますよね。ってことはここで水が運が滞るんでトラブルが起きそうですよってことをまあ表すんですね。で、結婚線にじゃあ島が入っちゃうと何かと言いますと、これはいわゆる結婚トラブルなので、例えば、まあ、詐欺結婚詐欺もそうかもしれないけど、一般的にはこう不倫とかね、はい、ってことになったりもするので、こういう線は一応要注意ですよという線になりますね。ちょっとね、楽しい話に行きますと、結婚線でき方もね、いろいろありましてね、面白いんですよ。例えばね、結婚線がじゃあね、こういうのがあってこっからこうなるみたいな、ここちょっとなんか空いてますよね、これって結婚までに時間がかかりそうですよって。ただからもう5年6年7年8年9年ぐらい付き合っちゃって結婚とか、あと時間がかかっちゃうカップルっていうのはこういう線になりそうですよとか、あと2本ある中から1本出てくるみたいな、この時があるんですよ。これって2人3人から選びそうですよとか、
ちなみに今自分の結婚線見て、この結婚線どうなんだろうってちょっと変な形してる人います？いる？別れてる。あとで話しますね。はい。はい。そうだね。はい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 。それはまたもう一度前の人がっていう可能性もあるとかそういう話になりますね。はい。まあね本当にこの結婚線の話ってやっぱりこう結婚適齢期で、例えばもうそろそろしようか、今彼がいるっていう人の場合で見ることが多いんで、まだね結婚が先っていう皆さんの場合ってなかなかね当てはまらないこともあるんですけど、ちなみにこう別れてたりするとまだまだそういう時期じゃないですよとかね。はい。で逆にこう別れてんだけど別れた時から出てくるみたいな、これ元彼ともう復縁とかありそうですよとか、まあ結婚線、何年後かにねまたしっかり見ていただいたらいいかなというふうに思います。はい。